城花駅は、富山県南都市津安にある、西日本旅客鉄道城花線の駅で同線の終着駅である。第4回中部の駅1 0 0 0認定駅である。1947年10月31日、当駅木炭集積場を展覧する、昭和天皇かつて、城花駅は、木炭生産地であった東都並郡平村や、 道軍上平村からの物資集散の用地であった。1947年に昭和天皇の行行を迎えるにあたり、富山県の林業関係者の間においては、その視察を仰ぎたいとの要望が高まったので、上花駅における木炭出荷状況の視察が計画され、同年10月31日にこれが実現することとなった。その際、昭和天皇は、 木を植えていますか木を植えているだろうね。治水のこともあるから、なるべく植林するようにしてくださいねと発言し、植樹について、信念している様子であったので、富山県知事の立ち哲次は急遽関係者と相談の上、玲郡細入村笹津技小坂において、昭和天皇に植樹していただくことにより、林業奨励の記念とする計画を立て、昭和天皇にその旨を奉仕した。 昭和天皇は、その計画を調去したので、戦後初めての天皇による植樹が、富山県において実現し、これが契機となって1948年には、東京都大梅、1949年には、神奈川県仙国原において天皇による記念植樹が行われ、1950年4月には、山梨県甲府市において、第1回全国植樹行事並びに、 国土緑化大会が開催されるに至ったのである。この由来から富山県は植樹祭発祥の地であるとも言われる。相対式ホーム2面2線を持つ地上駅であり、終端部において着回しができる配線となっている。2番乗り場へは校内踏切によって連絡する。かつては列車は基本的に1番線に発着し2番線を使用する列車は 夜間大泊を行う、早朝の列車と臨時列車のみとなっていた。駅務は、北陸広域鉄道部の管轄下にあるが、窓口業務は、簡易宅駅として、南都市観光協会が受託している。窓口の営業時間は6時50分から17時50分までである。駅構内には、蒸気機関車用の転車台が、富山県内で唯一現存している。 蒸気機関車が廃止された1969年まで使用され、廃止後は放置されていたが、2020年4月に、有志らにより、上花駅魅力推進団体が発足し、転車台内の土砂を撤去してその土砂で、展望台を整備、さらに内側の石垣を磨き、内部を木花コスモスの花壇として整備した。駅舎は、木造平屋建三河原武器で、 開業当時からのものである。中部の駅100選に選ばれた駅の一つであり、2010年1月26日には、と、山の近代歴史100選に選ばれている。また、2013年当期の青春18切符の、ポスター写真には当駅が用いられた。駅構内には、出冊窓口や、待合室の他に、上派な観光案内所が置かれている。 待合室のベンチには、なんと福光高校の生徒が制作した座布団が設置されていたが、制作する一年生がおらず並行することから2019年で、東駅への寄贈を終了した。上花麦や祭りの際には帰路につく、観光客のために東駅ホームにて、見送りの演舞が行われる。また、上花をモデルにした、テレビアニメ、トゥルーティアーズの放映後、 町の印象を書き込みたいという旅行者の要望に応じ、観光協会が交流ノートを設置している。当駅の海抜が123.4メートルと数字の並びが良いことで知られている。1968年当時の当駅周辺あたり駅における貨物取扱いは、1974年7月1日に廃止された。1930年12月5日付、 鉄道広報付録通報、専用セミ一覧によると、当駅接続の専用線は次の通りであった。1951年12月15日付、鉄道広報第732号通報、専用セミ一覧について別表によると、当駅接続の専用線は次の通りであった。1953年10月10日付、 鉄道広報第百2 5 4号通報専用線、一覧別表掲載中、当駅接続の専用線は次の通りであった。1970年10月1日時点における、当駅接続の専用線は、以下の通りであった。富山県統計年間によると、近年の1日平均乗車辞任は、以下の通り。上花桜線以外は土曜休日運休となる。 ありがとうございます。